菜栽培研究会山菜祭りを開催。2つが品種登録になりまして、今日ここにあります八幡平バイオエットが登録になろうかどうかというふうな瀬戸際のところに今日会議を開催をするということにでございました。今日のこの今あの一般的にはその白いツが茶色いツが福地が市場ではもう凌駕してるわけで、それ以外はニンニクじゃないような感じがあるわけですけど、この大きいんですけど赤いっていうか、そういうあたりあの味と比べるとニンニクだ、八幡平バイオってニンニクらしいっていうか、コクがあるっていうか、そんな感じをして当時は思ったんですけど、その外側の赤いとか、その品種的な評価あのについてはどのような、まあ、あったらですけど、どのような感じだったのかな。こういう赤みのものでもこの白いのが世界のニンニクの中心の中でいけるのかなというあたりがですね、一番のこのみんなで使えばかなり売れる数もちょっと違ってくるんじゃないのかなと思うんですけど、出荷的という企画のものだと思うんですけど、市場に出す分と、まあ、市内の産直に下ろす分っていうか、そこら辺のあの市内でもみんなに広め、私たち売る側とすると、実はどの方が持ってるのかっていうのは全く分かりませんので、そのあたりの基準になるものって言ったら変なんですが、なんか先行とから聞いてる16名くらいいらっしゃると、でこの方々が出してるんだよと。じゃあ、どっかにあの規模農協にだあの下半分にまとめて出すようなものができないから市場に出してしまう。